も、高山子です。高山子の映画100本の区、78本目の映画はこちら。スターウォーズ最後のジェダイということで、この作品について紹介していきます。えー、私は今、スターウォーズを公開前に見ているので、この作品が8作品目になります。で、前作でね、この新シリーズにもすごく惹かれていたので、ワクワクしながら鑑賞しました。で、あらすじとしては、前作フォースの覚醒の続きのお話になっています。主人公のレイは、ついにルークを探し出すことができたものの、驚くべき 真実を知ることになりますえそしてレジスタンスはファーストオーダーに追い込まれているというところから物語が展開していきますで、えー、感想としては展開のテンポが良くてしかもかなり予想外で技術もすごくて150分があっという間に過ぎていきました様々な星のシーンが見られるのは宇宙を旅してるみたいでワクワクしたしアクションシーンや、えー、宇宙空間での戦闘シーンどれもかっこよくてドキドキしました エピソード7で、この新しいスターウォーズのキャラクターたちをすごく好きになっていたので、えー、楽しめたというところもあったかなと思います。えー、個人的には特にフィンの活躍と成長が見られたことは嬉しかったですね。だと、ポーのキャラクターが、まあ今回結構可愛らしく感じてしまって、えー、彼のことも好きになりましたし、まあ、やっぱりね、人間らしいキャラクターっていうのが私は好きなんだなーっていうことを思ったりしました。で、私の場合はね、ほぼ立て続けに干渉したということもあって、まあ、前作のね、興奮そのままに見られ と,いうところはあったかもしれないなと思います。 そして、なんといっても、カイロレンにね、惹かれているので、あの、すごく目が離せない展開が続きました。アダムドライバーさんの演技がね、とっても好きだなと思います。彼のなんか優柔不断な感じとか、危うい感じ、本当に目が離せないですよね。もう胸が痛かったです。で、結局明らかにならなかった部分も結構あったり、振り返って考えてみると、うん、ここはどうだったんだろうって思うところもあったりして、まあ、ただね、これは エピソード9まで見なきゃわからないのかなとも思っているので、あの、早速、ちゃんと見てみたいなと思います。このね、偉大な銀河の物語、結構いろんな犠牲の上に成り立っていて、切ないところもありました。もう最後はね、思わず泣いてしまったんですけれども、あの、次がね、本当に早く見たいなという気持ちでいっぱいです。ということで、今回の評価は星3.6、えー。早く続きが見たいです。 ということで、えー、前半の部分ではあらすじと感想を、ね、駆け足で話してきたんですが、後半ね、ちょっとネタバレを含んでしまうんですが、感想の続きを、ね、お話しさせてほしいです。はい えまずね、えー、全体としては結構いろんな疑問があったりもしたんですよ。で、私もこの映画を見終わった後に、ほんと情報量が多かったので、すごいね、一生懸命頭を整理したんですけどで、それにあたってね、いろんな方のレビューとかも読んでみたんですけど、本当ね、いろんな意見を目にして、ああ、そうだよなと思いまして。で なんか、もしよかったらね、この動画を見てる方で、映画を鑑賞済みの方の意見をね、いろいろ聞いてみたいなと思うんで、ぜひね、コメント欄に書いてもらえたら嬉しいなと思うんですけど、まあ、今回はね、これまでのスターウォーズとは違っているところだったり、まあ、世代交代されていくみたいなところがね、本当に印象的だったんじゃないかなと思います。で、私もね、それで戸惑ったりね、寂しくなったりしてしまったんですけど、なんかマスターヨーダにね、なだめられてしまったような気もしていて、<laughs> あの、見終わった後にね、うーんとかって <laughs>、 結構考えたたりしましま個人的にはね、まあ、さっきお話しした中でも、えっとまあ、取り上げきれなかったんですけどあの途中出てくるコード破りの男あのベニチオ・デルトロさんが演じるあの,あの役 <laughs> コード破りのあの男 DJ という役なんですかねあの彼がねすごい気になって、まあ、あの MCU の「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の。 ちょっと噛みましたね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのコレクター役で出演されてますよね。一回すっごいかっこよくて、あの気になるなと思って、もっと活躍が見たかったとかね。<laughs> なんかそんなところを思ったりしてたんですけど、これからね、また出てくれるんですかもう出ないんですかね。<laughs> あの、あのすごくね、印象に残りました。で、まあ、あと、フォースで異なる場所にいる人と思考がつながってしまうみたいなところとかって、あなんかフォースの力が本当になんか、あ、 こともできるんだっていうのをすごいね。いろんな場面でね。も、ま、う、あ、特にまあ終盤もきっと思われた方いると思うんですけど、フォースすごいなってめっちゃ思いましたよね。まあ、あとはなんといってもあのレイヤーの宇宙空間を飛ぶっていう。あれもちょっとなんか？ びっくりしたというか、ちょっと忘れられなくてですね、あの時のあのレイヤーの顔が忘れられないんですよ、本当に。でもめちゃすごいなと思いまして、ねね。本当、今回の作品を通して、フォースの存在っていうのがなんか進化したというか、ね、私の中でもね、まあ、いろんな解釈が出てきているんですけど、まあね、もしね、あの詳しい方がいたら教えていただきたいなというところもあるんですが、ちょっと、ね、この辺勉強不足かもしれないなと思って、もう少しね、スターウォーズの世界について勉強したいなと思ったりもしました。で、まあ、あとはね、マスターヨーダのね、 名言が心に残りましたねあの失敗も伝えようとか失敗は最高の死であるとかまあその辺りのお話はすごく刺さったというかそうだなと思ったりもしました。という感じでね結構語ってしまったんですけど「スター・ウォーズ」もねハマりましたね。いいいやななんかちちょっとと勉強したいなっていう気持ちと、まあ まずはね、とにかくエピソード9をね、ちゃんと見た方がいいと思うんですよ。あの、スカイウォーカーの夜明け、まあ一度ね、あの劇場で見てしまっているんですけど、まあ当時は、えー、スター・ウォーズを何も知らずに見ているので、まあちゃんと分かった状態で見たら、どういう感想になるかなっていうのをね、今からね、自分で楽しみなんですけど、はい、早速ね、見てみたいなというふうに思っています。で、私の100本ックは残り22本ですね。 あっという間ですね。22って思うともうなんかいける感じがしてきているんですけど、えっと、まあ、レビュー力と、まあ、映画の知識向上のためにね、えー、勉強を重ねているので、このままの勢いで、えー、いっぱい映画を見て勉強していきたいと思います。えー、少しでも応援するよって思ってくださった方、えー、よかったらグッドボタンやチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ということでまた次の動画や配信でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。